ブリーチのシャンプーですね。はい、このような感じでバレイヤージュがベースが入っております。でここでやるのが、まあ、いつもと一緒なんですけど、モモンガトリートメントをつけます。国産ハーブを使ってる還元剤と、あとトリートメント成分ですね、あと保湿させるものとかも入ってますね。でこれをつけます。はい、ちょっと濃度濃いめにしてますね、ダメージ大きいんで。はい、あの黄色なんですよね、オレンジじゃなくて、ヘナとは違うのですけど、でも結構アッシュの時もベースにオレンジ入れといた方が綺麗な発色するんで、結構アッシュに振りすぎると結構汚くなっちゃうんですよね、昔のギャルみたくなっちゃうんで、毛髪の強化ということで使っていきます。このアルコール水使って、このアルコール水で全体に浸透するようにします。ないんですよね、そのマイルドさを出すのに実はオレンジが必要なんですね、オレンジベージュとか。だからちょっと今これ色少し入ってるんですよね、これでいいんですよ。通常は水が100に対してモモンガ10とかなんですけど、これモモンガ20使ってますね。ブリーチによってね、あの髪の毛がアルカリに傾いてるんで、今絶好のチャンスなんですよ。ここで入れるんですね。ここで酸化剤の出番なんですけれども、オニヤンマですね、オニヤンマを使って酸化をさせていきます。こちらですね、これ紫色ですけど、この紫色に色がつくっていうわけではないですからね。このオニヤンマって実はちょっとこうやると泡立つんですよね、シャンプーみたく水をつけてやるとちょっとこれで泡立たせるというか、シャンプーじゃないんですけど、でここで綺麗な状態作っとくと、この後入れる色が均等に入ったりするので、なんでこのモモンガとオニヤンマの組み合わせは僕はすごく理にかなってるかなと思って、質感が。なんでちょっとこう釣れちゃう場合もあるんですけど、もしすごい釣れる場合は少しリンスを使って、ちょっとこうやってあげるとつるってなるので、この状態にしっかり水分を落とします。ちょこっとこうつけて、本当の毛先のところですね、つけとくとちょっとタイムが、毛先に入るタイムが遅くなるので一発で塗れますね。何のカラーを使っているかという、まあ、ちょっと塗っちゃいますね。でアルコール使うとちょっと浸透が早くなるんで、ちょっと入れますね。もう1回で済ませたい場合ですね、もう1色作りたくない時とか、根元がオレンジ出ちゃうとどうもできないんで、根元に標準を合わせて毛先は一旦捨てるっていう感じでやりますね。ちょっとそれは高度なんでちょっと難しいと思うんですけど、こういう時に根元のリフトがケアブリーチとかして微妙だとオレンジが出ちゃうんで、追加してまた濃い色で根元潰さないダメになっちゃうんで、結構ケアブリーチって微妙なんですよ。使っていいのは何回もブリーチを繰り返してる毛とか、もうブリーチ5回やってますとか、そういう人はいいと思うんですよね、そういうの入れても。なんですけどあんま意味ないなと思うんですよね。だったら後からオニヤンマやった方が絶対いいと思います。はい、でこんな感じでやります。これでちょっと席に戻る。